月の子であるということは、あなたが思うほど呪われた運命じゃないわ、ビルカス。お前はいいんだろう。だが、彼は純粋でいたかった。彼はイスグラモルに会い、祖父ガルデの栄光を知りたかっていたが、全てを失った。借りを返したわね。コドラクは復讐に興味がなかった。いや、ファルカス、彼はしていない。 そんな話じゃない。古来からの感情は抜きにして、コドラクを称えるべきだろう。そうよ。彼が欲しがってたのはそれだったし、それを持つ資格があったわ。コドラクはかつて彼の魂を清める方法を語っていた。イスグラモルの墓の伝説は知ってるな。北方での戦いの音は必ずや導き手の魂に届くはずよ。 墓はウースラドがないと入ることすらできないし、それも今は粉々よ。何千年も前からね。ドラゴンはただの伝説だ。エルフたちはかつてスカイリムを支配していた。
一つの例だけで全てを決めるべきじゃない。剣は武器で道具だ。道具は壊れるものだから修理すればいい。それか、刃を修復したのか。盾の兄弟のおかげで初めて全て集めることができた。英雄の炎は破壊を修復できる。コドラクの炎はウースラドの復活を助けるだろう。そうすればもう一度彼に会える。欠片を作ったのはお前だ。ウースラドを戦いに参加させる責任がある。残りはイスグラモルの墓へ行く準備をしろ。コドラクのために。コドラクのために。ドラゴンを一匹倒すくらいできるよね。雲地区には頻繁に行くのか。バカな質問だったね。ホドラクホワイトメインは埋葬された。ソブンガルデの広場で彼の魂が永久に。何か用か。ロリクストゥ。東を目指すならヒルグランドの墓は避けるの。
いやあ兄弟、最高級のスクーマ、甘い。へえ、そう思い通りにはいかないよ。何か用か？こっちだ。ほっ！もう着くぞ。
噛まれたのかと思う。虫けらみたいに粉々にしてやる。心臓をえぐり出してやる。吸血鬼が万人の間を襲撃したらしい。全焼させたそうだ。吸血鬼がそんなことをするのか今まで聞いたことがない。やめてスカルド。戦争の古傷を理由に誰を脅してるか分かっているの。私たちはもう兵士じゃないのよ。お前の仲間のホリックは帝国軍の鎧を着ているがどういうつもりなんだ。彼は軍隊の誇りなの。妙な時にドーンスターに来たな。帝国軍が私たちに忠誠というものを教えた。そして私たちはドーンスターに忠誠を誓ったの。覚えとけ。デリウス将軍に手紙を書いているのを見つけたら二人とも処刑してやる。大丈夫だ。密漁したって誰も損をしないよ。